カーブでございます。このチャンネルは、週末に、私カーブが個人的に、今後上がると思う、日本の個別株を、チャートと共にご紹介したいと思います。株で勝つためには、安く買って、高く売りましょう。この動画でご紹介する銘柄は、RSI とストキャスティクスとストキャ RSI というオシレーター系の指標を見て、過熱感がない、安い位置から切り上がりそうなチャートをした銘柄を5つご紹介しています。実際のやり方を解説した動画もありますので、よろしければご覧ください。今週は3月権利落ちの高配当銘柄で現在おしめなのかな、と思う銘柄をご紹介します。目標価格は次の2つのパターンとします。1つ目は、権利落ち前までの値上がり幅を狙う場合です。権利落ち日までに値上がりしたら売却します。売買の時間軸は1ヶ月とします。二つ目は、権利日をまたいで、配当金をもらう場合です。この場合は、週明け2月19日の株価が権利落ち後において含み損になっていないことが目標です。なお、動画内では値上がり幅を狙う場合の目標価格を設定させていただきます。この動画をご覧いただき、面白かった、役に立ったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それでは始めます。1銘柄目は、7638ニューアートホールディングスです。2月16日現在の株価は1905円です。PER19.5 倍 PBR3.42 倍配当利回り 5.25% です。1月中旬にかけて上昇を続けていましたが、1月20日過ぎから下落基調で2月13日に下方修正が発表されたため、窓を開けて下落しています。2月15日に下落からの反発サインが点灯しましたので、今後、配当に向けての買いが入ることを期待し候補にしました。目標価格は前回高値付近2100円とします。2銘柄目は、5121フジクラコンポジットです。2月16日現在の株価は1397円です。PER9.5 倍 PBR0.90 倍配当利回り 5.01% 制度信用倍率 3.83 倍です。昨年夏頃から上昇トレンドを形成していますが1月20日過ぎ頃から下落しています。過去に支持線になった75日線付近である1370円あたりで、そろそろ反発サインが出そうな感じです。目標価格は週足において抵抗ラインがある1610円とします。3銘柄目は8999グランディハウスです。2月16日現在の株価は640円です。PER18.0 倍 PBR0.73 倍配当利回り 5.00% 制度信用倍率 0.70 倍です。11月17日に反発サイン点灯後、1月末にかけて上昇した銘柄です。2月になってから調整していますが、ストキャスティクスがそろそろ反発サインが出そうな感じです。目標価格は週足において抵抗ラインがある730円、それを抜けたら800円とします。4銘柄目は 3465K アイスター不動産です。2月16日現在の株価は3695円です。PER7.3 倍 PBR1.11 倍配当利回り 4.87% 制度信用倍率 1.27 倍です。9月頃から下落していましたが、12月27日に強い反発サインが点灯し上昇している銘柄です。日足では直近2月14日、月足は今月反発サインが点灯しており、まだ上値が期待できそうと感じます。目標価格は週足において抵抗ラインが密集している4300円付近とします。最後5銘柄目は、1852浅沼組です。2月16日現在の株価は4070円です。PER14.4 倍 PBR1.51 倍配当利回り 4.85% 制度信用倍率 2.62 倍です。12月19日に反発サイン点灯後上昇し、2月に入ってから調整気味でしたが、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ付近である2月16日に反発サインが点灯しました。目標価格はボリンジャーバンドのプラス2シグマ&前回高値付近である4430円とします。以上、今後上がりそうな株をご紹介しました。さて、来週のカーブさんは、
エラーちゃんでしゅ。日経平均はバブル期以来の高値をつけていましゅ。バブルといえば、おばあちゃんがタンスの中からバブル期に着ていたボディコンを見つけ、こっそり試着しましたが、おじいちゃんに見られてしまったみたいで、すっごく恥ずかしがっていました。さて次回は、ナインヘイ夫妻仲直り、カーブ、3月権利落ち、高配当銘柄を仕込み終わる、行くか、4万円の3問でしゅ。来週もまた見てくださいね。じゃんけん。パー、うふふふふ。